ました。どうも。こんなところまで。ありがとうございました。大変お世話になりました。ありがとうございます。はい、これで行きましょう。どうぞどうぞ。ね、どうぞ。検査どうぞ。はい。この度、コメントの新しい代表に就任いたしました。ありがとうございます。もう遅ればせながらも。お疲れ様です。早くにね、もう少し。はい、いえいえ、小さくご挨拶に伺いたかったんですが、まあ、今日になりましたので、改めて申し上げまた、これからもよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いいたします。もう、先生とか、あとは、我が与党の公民党さん、大変お世話になっておりまして、少数与党なんですが、公明さんが頑張っていただいて、なんとか議会議って言ってみますから。今日、ようやく最終日を迎えまして。あ、今日でしたっけ。今日でしたっけ。わりにもそうですか。もう本会議対応を終えたのは、いろんな動きがあります。自分の手番だけあれしたら、あとは部長さんたちがやっとるから、ちょっとすみません。はいはい、まあ、富山さんもね、参議院からコンバートして衆議院でぜひと我々望んでいたんですが、沖縄の方々も格段のご支援をいただきながら、すいませんでしたね、ちょっと足りないで、残念な顔しました。まあ、なるべく早く復帰できるように、どうですか、ぜひ。もう沖縄隅から隅まで、こう、もたなく殺さすように、もう九州中あるですけど、その中でも沖縄よくご存知でしょう。沖縄は全市町村、全島ほぼ。僕はまだ北大東寺が行ってないんです。あ、そうですか、ぜひ北大東寺しかないですから、ことほどさように非常に、まあ、沖縄代表だとみんな思ってます。ありがとうございます。もう若手でこういう感じで見る人ですからね、ぜひ、いや、よろしくご指導。少しまだあれですが、ね、天満基地をはじめとする県の、はい、県内の基地の、米軍基地のですね、整理整頓、整理縮小というのが県民の長い、もう願いというか悲願なものですから、もう何でもゆっくりでもですね、小さくしていこう。で、そういう跡地や、もろん産業振興とかいろんなことにももろん活用したいという感じもあるんです。一方で前から言っておられるほら、国連の機関ですね。そうですね。本当はね、そういうね、跡地をね、本当は置くのにちょうどいいんですよ。そうですよ。ですから、あれは、ぜひなんとか実現していただきたいですね。そう、まあ、公明党は3000人のネットワークを活用して、今、総点検運動をやりましょうということで、いろいろこうやりたくてですね。で、この総点検運動の実は源っていうのは、以前の公明党、昭和42年3年後、全国の米軍基地の総点検をやった時代があるんですね。そうですか。はい、で、その全国の基地の実情、またどこに課題があるか、そういうことをやっぱりいろんな目から見て、そして当時は野党でしたけれども、いろいろ国会質問等で、それを指摘するということをやった結果がありました。で、その頃はやっぱりこの沖縄もその返還復帰前でありましたけれども、そうですね、総点検をやりましてですね、またお願いします。ぜひ全国とあれしてですね、今日山口代表、この後宜野湾市役所、普天間第二小学校、名護、辺野古と総点検まで行きましょう。そうですね、ぜひご視察いただきます、ね、はい、私個人としてはこの国会議員として3度目この普天間あるいは名護ですね、行かせていただくことになりますが、やはり県民の皆さんのお気持ちや状況変化がありますのでね、それはしっかりと掴むといいですね。ぜひ一つお願いいたします。一貫してやっぱり県民の皆さんのこのお気持ちを掴んで、推進しようということで、やっぱり整理、基地は整理縮小していこう、これが本筋だ。いずれはやっぱりこの沖縄から基地がなくなることが県民の皆さんの率直なお気持ちであろう、まあ、そういうふうに受け止めてまいりました。しかし、まあ現実には多くの基地が存在するわけですが、これは一気に実現するということにはなかなかなりません。そうですね。それはやっぱりきちんと精査をしながらですね、一つ一つ着実にやっていこう。で、特にこの普天間につきましては、やっぱり騒音の被害、事故が起きるというその危険の状況、これが非常に大きなことだと思いますので、一日も早く、そうですか。ぜひともそれを実現したいと思っていますが、
知事さんもいろいろと本当にご苦労が、ね、いえいえ、もう与党の皆さんと一緒にやってますから、ぜひよろしくお願いいたします。